事件の舞台となった当時の昭和電工本社昭和電工事件は終戦後間もない1948年に起きた贈収賄汚職事件、昭電事件、昭電汚職、昭電疑獄とも呼ばれる。検察庁へ引致される栗栖武夫復興資金として復興金融金庫からの融資を得るために大手化学工業会社昭和電工の日野原節三社長が行った政府高官や政府金融機関幹部に対する贈収賄事件。1948年6月に発覚したが、収賄側として GHQ の下で日本の民主化を進める民政局のチャールズ・ケイディス大佐ら高官の名前が取り沙汰され、ケイディスは失脚。裏に GS のライバルで反共工作を行っていた GHQ 参謀第2部のチャールズ・ウィロビン少将と右翼の三浦義和の暗躍があった。アメリカ対日協議会も参照疑惑に先に手をつけたのは警察であった。当時、捜査2課長で後の警視総監を務めることになる。波多野暁らは内偵を進めていくうちに政界絡みの大きな汚職事件になると確信し、政府が潰れるという危機感すら抱いたが、それでも捜査を進めた。捜査の過程では GHQ 職員らも金を受け取っていたことが発覚。政財界だけなく、GHQ も関わる三つどもえの構造汚職であることをつかむ。このためこれを察知した GHQ は圧力をかけ、捜査から警察を締め出し、GHQ の言うがままに動く検察主導で行わせるよう工作した。警察は情報を漏らすというのがその理由であった。そこで、波多野は一策を講じ、クリスチャンサイエンスモニターの記者であったゴードン・ウォーカーを呼び、GHQ 関係者の名前がずらりと並んだ汚職容疑者リストをすべて渡した。ゴードン・ウォーカーは早速 GHQ を訪れ、GHQ は日本の警察の邪魔をするのかと言い、そのリストを見せた。直後から GHQ の警察への干渉はピタリと止まった。しかし、その後ゴードン・ウォーカーは突然、朝鮮半島へ転任になった。また、波多野と藤田刑事部長の二人は突如、転任となり、その後捜査は、警察から検察へ移ることになる。検察の捜査では GHQ への疑惑は全く出なかった。大倉官僚、福田赳夫や野党、民主自由党の重鎮、大野万博の逮捕に始まり、やがて政府高官や閣僚の逮捕にまで及んだ。栗栖武夫経済安定本部総務長官、西尾末弘前副総理が検挙され、芦田内閣は総辞職をもって崩壊し、民主自由党の吉田内閣の成立をもたらした。その後、前首相であった芦田自身も逮捕されたが、裁判では栗栖以外の政治家は無罪となった。経済安定本部、栗栖武夫総務長官、昭和電工、日野原節三社長ら15名の復興金融金庫、日本工業銀行からの昭和電工融資に絡む贈収賄日野原社長の贈賄と、受領側の収賄、藤井隆常務の贈賄と、受領側の収賄この事件を GHQ 参謀第2部が民主化を進めようとする民政局のメンバーを排除するとともに、保守派内閣の成立を図った陰謀とする説が有力である。AB 昭電事件弁護士、.com@AB デジタル大臣泉ことバンク。2018年8月9日閲覧、AAB 大辞銀第3版ことバンク。ABC 宇野俊一他編、日本全史講談社、1991年、1094ページ。ISBN4 から06から203,994X。田原総一郎、日本の官僚1984年版 268P 昭電疑獄事件ことバンク。ありがとうございます。